昨日午後、松本市安住で90歳の女性が猿に襲われ、両手の骨を折るなどの大けがをしました。昨日午後5時前、松本市安住サワンドで高川光子さん90歳が自宅近くで猿に襲われ、近所の人に助けを求めました。高川さんは市内の病院に運ばれましたが、両手の骨を折ったほか顔を噛まれるなどしたということです。 猿に襲われたのは山合いの集落です。高桑さんはこちらで鯉に餌を与えていたところ、猿に襲われたということです。家族によりますと、その前に栗拾いをしていて、ポケットに入れていた栗を狙われたのではないかと話しています。猿は山に逃げていき、見つかっていないということです。高桑さんが襲われた現場近くには、上高地へ向かう観光客が マイカーからバスやタクシーに乗り換える拠点があり、市は防災無線などで注意を呼びかけています。